いいですね。今日ちょっと話してみたいのは、アパートの蛍光灯が切れたというか、ちょっと調子が悪くて電気がつかないんですよね。これを英語で説明するときどう言うんだろうと思いました。うまく説明できなくて、壊れたという表現、あるいはつかないという表現しか思いつかなかったのですが、何か特別な言い方があるんでしょうか。もし知ってる人がいたら教えてほしいです。ちょっと雪がちょっとちらほらしていますね。こちらの空は曇っていますけど、あちらでは少し青空が見えています。今朝の9時15分ぐらいです。銀行へ行く予定です。銀行といっても実はクレジットユニオンで、信用組合とどう言いますでしょうか、そういったところです。でもまあほとんど同じです。やっぱり人がちょっと通ったりだとこんなことしてるとちょっと恥ずかしいですね。そういうことにもないなくちゃ新人なので恥ずかしいです。もう10分もしないのに完全に青空の方が多くなってきています。もう晴れですね。これはシアル一番と言います。だんだん街中という感じのところに出てきました。この角に日本のカフェというか京都の店が、京都に支店があります。これが辻利カフェと言います。私はノースヨークセンターという駅の近くに住んでるんですが、ここはシェパードという駅の近くです。これからそのシェパードにあるシェパードセンターというところへ行ってみます。かなり車がうるさいです。この先がシェパードセンターです。その中へ入っていきます。では入ります。
校の仕事を終えて帰ってきましたが、これからアパートへ向かいます。やっぱり日が出てもやっぱりマイナス6度は寒いです。